カザステラ西でございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、これで今日は高知が何日目ですかね。4日目かね。昨日と同じ場所にね、来まして、本日日曜日の今ね、時間の方が10時半ぐらいなんですけどね、ここがまず昨日来た広め市場がまずありますと。で、ここ界隈なのかわかんないですけどね、日曜市っていうのがやっていて、まあそこをね、食べ尽くそうかなみたいな、はい、そんな企画でやっていきたいと思いますんで、本日もよろしくお願いいたします。あれかな、商店街みたいな感じなのかな。なんか屋台が出てるようなイメージだったんだけど、あれこれ食わないとダメなんじゃない、究極滑らかプリン。おすすめは何ですかね。おすすめがですね、はい、一番今推したいのはこのメロンが一番新作なんで。これなんだろう、このなんとかブルーっていうのはこれ何の味。宮のブルー、これはラムネ味で、ラムネソーダ的な味に。あー、プリンとラムネ、あと抹茶、チョコレート、メロン。メロン食べや、なんで。だ、新作だから。え、新作だからちょっとまだハードルが高い。意味が分からない。先にこっち食ってからじゃない。うわ、メロカプリン、ハードル高くてもええやん。ハードル上げてみや。上げて完熟メロン、これ新発売だっつってるんで、早速いただいていきましょう。中身はこれです。あ、もう最初はだからプリンが出てくるんじゃなくて、もうゼリーとメロンね。最初は、最初に出てくるのがもうゼリーとメロン。あのマスクメロン、プリンがほろほろだった、もうフルーツみたいな、ちっちゃいのが思い出でいっぱい、まず完食。一つ目、高知プリン亭さんの完熟メロン。次行きましょう。はい、お待たせいたしました。ここからですね、本番はここからでした。いろいろ買って食べ歩きたいんだけど、あれ野菜だね。いろいろ買ってあげようかと思ったけど、こういう中にちょっと食い物があるね。そうね、何があるかだね、これね。さあ、2軒目かな、これ。初めて。え、初めて。あ、そう、うん、その冷やし飴って、これ、あの高知の学校では、はい、うん、マラソンの後は絶対冷やし飴。マラソンの後は冷やし飴。西の飴は、いただきます。吉平の土佐合わせ生姜さんから冷やし飴、冷やし飴になります。じゃあちょっといただいてみましょう。冷やし飴、いただきます。ファイ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 。久々に飲んだとか今聞こえたけど、初めての人はこれ、レビューとかじゃないよこれ。いや、俺が下手とかじゃないよこれ。初めての味だからわからない。ファイ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 。甘くて生姜の味、あの甘い生姜。はい、あとどうぞ。関西の合わせたい。1×1 のアイスクリーム、懐かしい味。高知名物。いや、ごめんなさい、千葉県民全く食べたことないですけど。方言なの？違うよ。千葉県民はアイスクリームって言うんだけど。いや、アイスクリームが違う。種類が違うの？だからシャーベットみたいな感じでやってやって言うてる。昨日言ってたね。あ、言ってたわ。あ、なんか伸びるやつって言ってたよね。昨日、うん、それは違うよね。伸びるの違う。それはトルコやろ。あ、トルコ。あ、あれトルコか。昨日行った水族館は？うん、昨日行った水族館？鹿浜？三品目アイスクリーム。食べたことある。あるんか。違う、味が似た味がある。あ、そう、うん、
あのこんなカップでも売りるから、うんうんうん、それの本場、うん、高知アイスだけ。高知名物とは知らなかったな。今って言うと一袋サンドが普通して袋なんだよ。2袋3袋や3袋、うん、誰が食う。みんなは食べたらやん。4品目、芋天、行ってみたいと思います。これは何でくるまれてんだろう。ホットケーキ中の芋は芋なの。あ、当たり前やよ。あ、芋、あ、当たり前か。芋でやなくなるや。芋の周りをホットケーキがくるんでんの、ね、ホットケーキの、うん、ほら、やと思われる。あー、いや、これ食い応えあるわ。2個食べたら昼ご飯食べれなくるよ、なるよ。とにかくやっぱ揚げたてだからめちゃくちゃ熱い。で、中は甘くて周りがホットケーキ感覚だからアメリカンドッグの中が芋バージョン。いや、残念ながらね、これ以上はなかった。あと入り餅ぐらいしかなかったかな。あ、だから果物とかね、それからやっぱ野菜関係、人参なんか3本120円でね、地元のスーパーなんかより全然やっぱり安かったんで、高知の方たちなんてはここでやっぱり日曜日にね買いだめしてとかやってるのかなっていう気がしましたね。で、なんかスノコとかね、なんかホームセンターに売ってるようなものも売ってた。ああ、スノコとか日曜大工に使えるようなものも売ってたんで、まあ色とりどりあるような感じでありました。まあ結果としては4品しか食べれませんでしたけどね、やっぱり観光しに来て、ちょうどこういうところに食べに来てっていうのはね、これも旅行の醍醐味、すごい楽しく、エンジョイできましたので、気になった方はぜひね来ていただければなというふうに思っております。それと僕以上のものをなんか食べていただければなというふうに思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。こちらドドンドドドドドドンと畑田本舗土佐道路店さんね、あ、とうとう来ちゃいましたね、はい。まあ、畑田本舗といえばドライチが有名でね、それを毎年美味しくいただいて皆さんにお配りしてとかっていう風にやらせてもらってるんですけどね、今日はね畑田本舗、もう姉ちゃんがいますんで恩返しができればなと、千葉から高知に恩返しをしに来たみたいな感じでね、なんか願いを叶えてあげればなっていう風に思っておりますんでね、よろしくお願いいたします。姉ちゃん遊びに来た。はい、お疲れ。千葉の人間が高知まで来るってことすごいことですよね。店長の魅力ですよね。ハードル上げてんじゃん。仕上がってるなぁ。ということで今日じゃあ何しに来たかなんだけど、ね、いや姉ちゃんにこの3年間散々世話になったんで、これもう本を返そうと、ね、そういう企画で一応コーチにやってきました。さて、俺に何してもらいたい。え、こういう商品全部買ってほしい。よし、いや、とりあえずあの予算っていうかさ、見積もりっていうか、いくらするのか、じゃあ出してくれる。これいくらするの、これ今ここにある全部の商品。560やね。560万、ごめん姉ちゃん、ちょっとバイトの時間だ。後でまた来る。